対決戦の予想中央者が B 名と予想しています。なおチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、なおチャンネルのなです。皆様ね、12月31日逃走中大晦日スペシャルお台場大決戦がね放送されるわけじゃないですか。その放送から1週間前なんですよ今日。まあね、皆さんはね見てるからわかると思うんですけども、だって今回はですね逃走中大晦日スペシャルお台場大決戦の予想中をしたいと思います。イエーイ。さらっとね、出場者全員がね、紹介されましたということでね、いつもね、出演者紹介してからその放送日までのその中間ら辺にね、まあ、誰が逃げ切るか予想値をね、出しております。今回もね、もうたくさん逃走者いらっしゃいますし、しかも過去最多人数でございました。なのでね、今から早速、ハンター姿にね、変身してね、誰が逃げ切れるかお話ししたいと思います。どうぞね、早速ね、ハンター姿に変身していきましょう。レッツゴー。ではハンター姿に変身しました。俺はね変身できちゃうんですよ。今回ね僕はね逃走成功するのは2名と予想しております。その2人とは板野友美さんとネオちゃんでございます。板野友美さんはね運動神経がいいし、しかもね逃走中年もう3回目だからやっぱ経験者ということでね、多分ね経験者からね1人はね逃走成功来るんじゃないかなと思うんですよ。でネオちゃんはやっぱり運がある、しかももう大人気 YouTuber、 大人気 TikToker というね大物インフルエンサーっていうのがありますから、TikToker の方ってね逃走中めちゃくちゃ強いのよ。影ひなちゃんもね結構ねいい成績残してるから、影ひなちゃんのね敵のね取れると思うんですよ。で板野友美さんは元ね AKB なんですよ。48グループってね逃走中めちゃめちゃ強いから、しかも今回3度目、アイドル卒業後初の逃走中ですから、逃走中の知恵はね多分結構持ってるし、足も速いから大丈夫。もしね板野友美さんネオちゃんがね逃走成功したら、僕とね、YouTube のコラボしてくれたらいいなという願いでございます。大晦日の逃走中もむちゃくちゃ楽しみですよ。しかも放送時間はもう史上最長ですからね。前回もね、女性2人でね、予想したんですけども、惜しくもね、外れてしまった。あー、惜しかったなー、田中がちゃんと本田真凛ちゃん。でも今回はもう厳選して選びましたので、多分ね、逃走成功。絶対にできるんじゃないかなと思います。結果はね、オンエア見てみないとわからないですね。楽しみにしております。そしてね、大晦日までね、あと1週間ちょいくらいなんですけども、僕の YouTube チャンネルね、3000人目指しております。うまくいったら1万人をね、目指しております。皆様ね、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これを見てね、もっと逃走中知りたいっていう方もね、増えるんじゃないかなと思いますね。よろしくお願いします。ということで今回ですね、逃走中大晦日スペシャルお台場大決戦、誰が逃げ切れるか予想中をしてみました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上のチャンネルの後下、またいつかお会いしましょう。 See you! 板野友美さん、ネオちゃん、頑張ってねー。もし逃走成功したら、YouTube のコラボよろしくお願いします。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォロー、よろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you!